はようございます。眠い。毎回ですけど眠い。では今日は急いでます。急いで朝ごはん作りたいと思います。そして急いで食べます。そして急いで帰ります。はい、急いでます。頑張って早く作ります。ごめんね、国道の横だけど後ろ開けちゃった。交通量がすごいです。ごめんなさい。で今日の朝ごはんです。こちらです。こういうののこういうパンでこういうのを作っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。急いでるんで調理工程は割愛させていただきます。ご了承ください。できたで、爆速で作った。では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 、いただきます。はい、まずはコーヒーから。はい、落ち着いた。今さ、急いで作ったからもう必死で作って、すごい喉が渇いた。そう、私ね、ブラックコーヒーが飲めるようになったんです、50歳になって。50歳にしてやっとブラックコーヒーの美味しさが分かりました。成長いたしました、えひろでございます。よろしくお願いいたします。はい、ではではでは、いただきます。もう全部味一緒なんで、お野菜とハムですね。の、なんていうのこれ、わかんない、なんかフランスパンで作りました。いただきます。折って食べる。こうイメージ、こういただきます。おいしい、めっちゃくちゃおいしい。パンが全粒粉のフランスパンだったんです。めっちゃおいしい。風味がすごいふわってくる、パンのね、パンの風味がすごい。ハムの塩っ気と
ちょっとあのスパイス塩コショウかけたからめっちゃ美味しい。本当にね、本当にこれ美味しい。たまにはいいね、フランスパンのサンドイッチもね。美味しい。でもあのやっぱあの圧はあるね。お腹いっぱいだね。満腹中枢がどうにかなっとるのか。え、すごいお腹すく。健康かな。健康体なのかな。あ、美味しかった。食べちゃった。はい、続きまして謎い謎い謎い。はい。フルーチェです。ピーチ味久しぶり、何十年ぶり食べるだろう。なんかね急に食べたくなって、で今回買ってきたフルーチェはあのダイソーさんで100均で買ったんで、サイズがワンサイズ小さいんですよ。なのでちょっと一人でも食べれるかなと思って、通常のサイズまあまあ大きいからね。あんま変わらんかな。まあいいや。おーおー、固まってる固まってる、ほらほらほら、すごい。めっちゃ久しぶりフルーチェ。はい、めっちゃ久しぶりのフルーチェいただきます。うんまっ、うまいね、すごい。うめ、もううめえとしか言わない。懐かしい。いや、やっぱりね、美味しいよ。よかった。あの、ダイソーさんで一緒に、フルーツ缶詰ミックスも買ったんで、乗っけちゃいました。本当はね、ここでフルーツ缶詰開けようと思ったけどさ、ここで開けたら、あの、缶詰の水分はどうしたらいいんだろうって考えた時に恐ろしくて開けれんかった。からもう家で開けてきてね、もう水分抜いてきた。フルーツ美味しい。ミックスフルーツ入れたら正解だった。やばい、結構な量入っとる。フルーチ、うわ、結構お腹いっぱいになってきた。お腹いっぱいでもなんか美味しくツルツル食べれる。一人で車中泊に来てこう喋ってるけどさ、本当にね、あのこうここに来る途中とかさ、みんなをね引き連れてきてるみたいな気分になっててね。みんな行こうぜみたいな感じのねノリでね、いつもね現地に来てます。本当に、なんだろうね、私妄想力がひどいのかな。でも本当皆様も本当にあのついてきてくれてありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいんです。本当にありがとうございます。美味しかった。やばいやばい、また全部食べちゃったよ。はい、今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、昨日と同じ、前編と同じ道の駅通潤橋へ戻ってまいりました。はい、そして最後ちょっとなんかね、滝を見てきました。滝マニアだから。滝見たい人です。はい、私滝見たい人。なんでちょっと滝見て、はい、帰ってきました。はあ、本当にまあまあ強行突破の車中泊でしたが、はい、もちろん楽しかったし、ご飯めちゃくちゃ美味しかったし。めっちゃ美味しかった。はい、いつも、はい、応援ありがとうございます。もうコメント高評価本当にありがとうございます。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。はい、えひろでした。バイバーイ。いやっ。